じゃーん、やってきました。本日も村下美桜の1月6日生まれの人の時間がやってまいりました。1月6日生まれの人、私がつけたキャッチフレーズは野球と推理小説と女優の日。行ってみます。1412年、ジャンヌ・ダルク、100年戦争のヒロインと紹介されていたんですが、なんかちょっと疑問符を感じますね。そんな言い方でいいんだろうか。ジャンヌ・ダルク。1706年、ベンジャミン・フランクリン、文筆家、発明家、科学者、外交官。1745年、ジャック・モンゴルフェ、ジャック・モンゴルフィエ、気球発明したモンゴルフィエ兄弟の弟の方。グリム童話もライト兄弟もヒカルとマエスさんも兄弟っていろんなことを成し遂げるんだなと思います。1822年、ハインリヒ・シュリーマン、まあ私の憧れの人の一人です。っていうのはまあ冗談ですけれども、まあ、考古学は結構憧れましたね。ロマンがあるなぁと。トロイア遺跡発見の人ですよね。エジプトの、考古学、名前忘れちゃったの人とか。1829年、金垣露文、戯作家、新聞記者、あぐら鍋の作者だったかな。これって露文としてなんか有名な人ですかね、別の人ですかね。ギュスターヴ・ドレ、版画家、挿絵画家。1835年、ツェーザリ・キュイ、作曲家。1854年、あのお方です、シャーロック・ホームズ。なんでこの日が誕生日なのかなと思ってるんですけれど、後でちょっと出てきます。1878年、カール・サンドバーグ、詩人。1909年、杉村春子、女優。1913年、ロレッタ・ヤング、女優。1920年、瓜生拓三、小説家。1920年、ごめんなさい、読み方忘れちゃいました。統一教会の創立者。怒られちゃうな。1920年、野口二郎、野球投手。1920年、アーリー・ウィン、野球投手、殿堂入り。1923年、吉田満、小説、戦艦ヤマトの最後。1923年、長谷川善蔵、野球、内野手、投手。1926年、立原正明、鎌倉夫人。たくさん他にあったんですけど、これをチョイスしてみました。そして私、多分誰か、風立ちぬの作者かなんかと勘違いしてました。字面で。お恥ずかしい。1923年、27年、神谷富士、国際政治学者。全く知らない人ですが、名前がかっこいい気がしたので載せてみました。1931年、八千草薫、女優。沢田研二が向田邦子脚本、久世照彦演出で、源氏物語をしたんですけれども、まあ誰の光源氏よりもバッチリだなと不安として思うわけですが、その時相手役八千草薫さんでしたね。素晴らしい女優さんだと思うんですけれど、いかんせんあのジュリーの美貌の前では沢田研二賞であれ、まあ、源氏物語であれ、すべての全ての相方役の女の人がですね、まあ、皆さんすべて、なんだろう、人間臭いというか、まあ、ジュリーがすごく中性的な美貌というか、怪しい美貌を放っていた時代の、まあ、片割れに立つ女優さんがみんな、なんて言うんですかね、まあ、言葉を選ばずに言えばちょっとやぼったくというか、生臭くというか、いや、お綺麗な方ばっかりなんですけれども、沢田研二賞なんかでも、なんかちょっとジュリーの横に並ぶのはかわいそうだなって、デュエットなんかでも思っちゃってましたね。はい。でもそれにしてもこの日すごくないですか。杉村春子と八千草薫が同じ誕生日だったということに衝撃を受けています。そして続いて原千佐子さん、女優。岸辺のアルバムや
山口百恵さん主演の赤いシリーズ、赤い衝撃とか赤い疑惑とかの強烈なヘビリ役で有名で、その後の名脇役だそうです。そして1935年、中町真さん推理小説、ちょっと戻って1922年新庄文子さん推理小説だったので入れました。シャーロック・ホームズの生まれた日ですよ。架空の人物ですけれども。1941年、角田裕二さん、経営者、スターバックスコーヒージャパンの社長。合ってますかね。1944年、ロルフ・ツインカーナーゲル。忘れました。1945年、松原千恵子、女優。1946年、シド・バレット、ピンク・フロイド、ボーカル・ギター。1946年、こちらは経営者つながりで入れました。ライブドアの元社長、平松幸三。1949年、またまた架空の、まあ、これは多分あやかったんでしょうね。古畑任三郎。名探偵、シャーロック・ホームズと同じ日に揃えたんではなかろうかと思います。1949年、矢吹二郎、俳優、千葉真一さんの息子さんだそうです。あえて書きませんでした。誰々の息子とかって嫌かなと思って。1954年、高橋晴美さん、北海道知事。初めて見た名前なんですが、全国で4人目の女性知事で、現在までに7人の女性知事が誕生して、7人目が東京都の小池知事だそうです。1954年、高橋つながりで高橋誠、ボーイのドラムス。そして1954年、中畑清さん。野球のことほとんどわからない私でも、まあ、この方の名前はなぜか強烈に知ってますね。怒られちゃいますね、野球ファンの方に。内野手。1954年、堀井雄二。ゲームデザイナー、ドラゴンクエスト。まあ、自分の弱い分野もなるべくちょっと入れていこうと思って多くなりました。1955年、ローワン・アトキンソン、ミスター・ビーン。1958年、チャゲ&アスカのチャゲ。1959年、僧侶冬美、マース。漫画家さんですね。1960年、大場久美子、歌手、タレント、女優、コメットさん。という役をやっていたのをご存知の方は、私と世代が近いかそれ以上だと思います。1961年、木村優子さん、アナウンサー。私もテレビをかれこれ20年近くかな、10年15年以上見ていないので、顔とか全然浮かばないんですが、まあ、女性の活躍してる誕生日だなと思ったのでどんどん入れていきます。1965年、レイミ、シンガーソングライターで、ちょっと検索してみたらすごいたくさん出てました。ドラマの主題歌とかも。そしてなんと私が、青春時代、学生時代を過ごした沖縄県宜野湾市の出身ということが分かりました。1967年、三田文雄、女優、おにゃんこクラブ脱退。1971年、松野千佳、体操インストラクター。1971年、真中満、野球外野手。1974年、キャプテンソルジャープロレス。1975年、ゆかな、野上ゆかな、声優。1975年、比喩があずみ、プロレス。1977年、望月真由、タレント。メロディーとか書いてあったかな。1977年、望月真由、タレント。こっちかな、ごめんなさい。そう、あ、2回言ったのか。1978年、レイナ、マックスのレイナ、安室奈美恵さんのバックで最初踊ってたんですよね。私、安室奈美恵さんのトライミーが好きで、多分あの頃バックにいて、その後、マックス4人組でデビューしたんだったと思います。沖縄組ですよね。1978年、辻綾乃、ウクレレ奏者、歌手。1978年、また高橋ですね、高橋亮、騎手。1978年、山北重俊、野球、投手。1980年、歌手、フィリップ・フラップの優子と愛子、お姉さんと妹って書いてありました。
なんか遊行と亜行で愛子と優子って書きそうと思ったんですけど、姉妹の順で書いてあった気がします。双子さんでしょうかね。1981年、阿波根綾乃、この方も沖縄の歌手で、活躍していた時代の、情報を見たんですけど、ごめんなさい、覚えてないです。1981年、菊池凛子、女優。1989年、亀田大輝、ボクシング。そして土萌蛍、美少女戦士セーラームーンのセーラーサターン。以上の方々をピックアップしてみました。意外と書いたり調べたりしているうちに時間が過ぎてしまったので、10人とかに絞ってやった方が面白いかもしれないなと思ったりしました。続けたければ何年でも続ければいいんだし、もう1年続くかどうかも今からわかんないですけど、10人とか決めてやってもいいのかなと思いました。願い欲張りなので、1月6日誕生花までいきたいと思います。すみれ、白、無邪気な愛。私やんと思ったんですけど、私は横島がたっぷりなので無邪気じゃなかったです、ごめんなさい。無邪気を装った横島です。そしてすみれといえばなんとなく紫のイメージがあったんですけれども、白あったっけと思って画像をググったら、もうとってもとっても素敵でした。そして何種類かのスミレが出てきて、沖縄のスミレも出てきて、なんだかすごく郷愁に駆られてしまい、でも私沖縄でこのスミレ見たことあるかなとか、紫カタバミとかはすごいたくさん摘んだんですけれども、白いスミレを生で見たいです。そして名前が面白かったのでググりました。カンガルーポー、花言葉も可能性ととても素敵です。この辺から下がカンガルーポーの画像を見て描いた拙い絵です。なんかね、この辺の先っぽがこうなってて、カンガルーポーの画像結構違って、同じ花なのかなっていう感じ。遠目で見た画像とかも茎がもっとスラッとしてるのもあれば、こういうのもあって、葉っぱみたいなのもあって、何種類かあるのかなっていう感じがしました。色もこれは緑で途中から赤、逆か、赤から緑になってて、こっちは全部ピンクで。梅、白、気品。梅は紅白ありますよね、紅梅、白梅。池上の梅園っていうんですか、梅の木を見に行ったデートは今も忘れ得ぬ思い出です。そして漫画ガラスの仮面で早見真澄とマヤが梅の木のところで繰り広げる繰り広げないかラブシーンも、まあ、あの漫画の中で最も印象に残っているシーンの一つです。繰り返し読みました。お願いだから完結してください、ガラスの仮面描いてくださいって感じです。あの梅とスミレの絵は突っ込まないでください、下手すぎるので。以上、1月6日の生まれた人たち。なんか野球に偏ってる感じしませんか？あと推理小説、推理小説の作家が多いからシャーロック・ホームズの誕生日にしたのかなとか。シャーロック・ホームズは、まあ、この日掲載された雑誌の発売日だったようなんですけれど、初めて掲載されたっていうのが、後で言いますって言いましたけど、別立てで、1月6日に起きた出来事という動画を撮りますので、取って出しでいつも、なんか詰まったりとか、ひどい代物で申し訳ないんですが、まあ、それができるから続けられるっていうのを自分の良さだと思っているので、このスタイルでできれば走り続けてみたいなと思ってます。見る人が0でも3人でも8人でも、なんかチャンネル登録者はなぜか21人いてくださってるんですけど、ほとんどお友達なのかな。なんだろう、もし仮にこれが本当1年続けられたら、普通に自分の勉強になるし、なんとなく胸が張れるなと思って。前回は確か Wi-Fi の調子が悪くなったり、今回も